こんにちは。アマゾン市サポーター、堀秀夫です。今日は商品選びの時ね、まあできるだけ、まあ仕入れの安い商品、まあそこから始めましょうという話をしてるんですけど、まあその理由はいくつかありまして、まあその中の一つにね、まあオーストラリアの高配置場まあ誰でも出入りできる場所や、通りから見える場所に荷物を放置して配達完了ということがたびたびあるということが言えます。これね、ちょうど私が今滞在しているところの まあ、玄関のところにこういうふうに、あの、呼び輪をして人出てこなかったら、ここに荷物を置いて、配達完了という形になるんですけど、まあ、ここね、えまあ別にオートロックでも何でもないんで、まあ、普通に人が入ってきてね、え荷物持ってっちゃおうと思えば持っていける、まあ、治安のいい場所なんでそういうこともあまりないんでしょうし、まあ、住民もね、えまあ、 この玄関使っているのは6世帯か、まあ、6世帯だから、ね、他の住民が持っていくってこともないんでしょうけど、まあ、ただ、ね、当然治安のいい場所ばかりじゃないと、ねえー、住民がたくさんいたり、まあ、逆に、えーまあ、賃貸で、ねえー、その住民があんまり質問よくないところも多々ありますんでね、まあ、配達した荷物が、ね、配達されてると、ね、おかしい、届いたのに届いてないって嘘ついてると。 思ってもね、まあ実はこういう状況なんで、通りがかりの人が持ってっちゃったり、ね、あるいはね、誰かが他の人が間違えて持ってっちゃって返すのめんどくさかったとか、中あげてみたらいいもんだからもらっちゃったとか、いうことがね、海外だとたびたびあります。この、こういう状況を理解せずにね、えー、たまに、届いたのに届いてないって嘘ついてるとかっていうやりとりをね、えー、なんか、eBay の経験者あたりで見かけますけど、まあ、 届いたってか、この状態で届,届けたって言ってますんでね、まあ、買った人がちゃんと受け取ってるかどうかっていうのはわからない。で、受け取りのサインがあるから大丈夫と言ってもね、えー、配達員がサインしてこう置いてっちゃうってこともあるんで、まあ、あんまり意味がない。ねえー、ですから、まあ、なくなることもある。で、亡くなった時に Amazon が保証してくれるかどうかはわからない。どうかわからないというか、まあ、 Amazon、えー、の、ねえー、状況を考えると、まあ、あまり保証してくれるという、ねえー、のを期待するのはちょっと、えー、甘いかなという気がするんでね、やっぱ自営努力として、まあ、なくなっても惜しくないような金額のものを売るというのが、ね、一番で、その方うが、ねえー、価格に敏感じゃないんでね、利益も多く取れたりしますんで、まあ、手間はかかりますけど、まあ、手間を、ねえー、やってくれるのは Amazon なんで。 まあ我々はね、別に Amazon に納品するだけだから、10個納品してもね、100個納品しても、シールを貼る手間以外はかからないんで、安い商品をたくさん売った方が、Amazon で稼ぐには向いてるということが言えるんでね、その理由はいくつかあるんですけど、その中のまあ大,きな大きな理由の一つとして、これで配達完了と。手から手なんてそんな配達をしてるとかはまずないんでね、まずないっていうか、あっても非常に少数派なんで、 あのなくなることもありうるという形で、ねえー、配達されているというのを、ねえー、ちょっとお知らせしておきます。まあ、幸い今ののところ、ねえー、そうこの手の事故はないですあの下手すると、ね、安いものを買っている人って買ったことを忘れて届いていなくても、ねえー、全然忘れているということすらあるので、まあ、そういった点でも、ねえー、二重に、えー、安くて、えー、どうでもいいものを売っているといいんだなというのもありますけど。あの高くてね、えー すごい期待して買っちゃうもんとかね、必需品とかはまず、あの、届かないとクレームになりますし、高いものなくなったら凹みますし、ね、あの、そういう形なんで、安くて、ね、あの、なくなっても、まあそんな気にならんというようなね、金額帯の商品を売るのがおすすめです。また、ご意見、ご質問とありましたら、お気軽に質問、ご報告ください。a m a z o n s u p p ー堀秀夫でした。